ックス武器でもチャイムになったからな、シェイクにつけ、朝のホームルームやっていくぞ。ということでな、夏休み明けということで、まずは宿題プリントを回収していきます。シェイクにつけ言うてんのに、堂々と仁王立ちしてるバカフォージャーから行こうか。はい、バカフォージャーから、はい、宿題プリントは？おい、宿題プリントはどうした？アーニャの宿題プリントか、フスティラくれてやる、探せ！ゴミ箱に全て置いてきた。トニーとダンボールコースおめでとうございます。荷物をまとめてご帰宅してください。トニーとの意味を履き違えちゃいねえか、ヒゲデブ先生。イーデン校の校則が、まだアーニャを縛ってるとでも思ってんのか。トニーとダンボールでもらおうが、アーニャは投稿する自由なんだよ。アスラメちゃん、トニーとなんかもらおうが不祥のことが投稿しようとしてるから、ここに縛れる憧れる。意義あり、さすがにそれで許されるのは納得いきません。宿題をちゃんとやってきた僕たちをバカにしています。それぞれの叱るべき処罰は当たりべきです。おまともなこと言ってくれてありがとうな。でもお前誰やねん。ダミアン・デズモンドです。ダミアン・デズモンド、なんでそんな真っ黒な。普通に日焼けしました。普通に日焼けでそんななるかボケ。はじめ社長の黒い塗料ぐらい黒いぞ。いやでも夏休みって多少みんな肌が黒くなりません？いや多少黒くなるけどさ、お前は異次元の黒さやねん。お前夏休みどこ行った？行ったところがあるとすれば、若林君の家に行ったんですけど、太陽にあったんですよね。絶対それやん。油まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけて